クライサットマイナスには極地の氷を観測対象とする欧州宇宙機関の地球観測衛星。搭載したレーダー高度計によって極限の氷床と海氷を計測し、地球温暖化が両極の氷を縮小させつつある現状の調査と将来予測のためデータを収集する。二千五年の打ち上げ失敗によって失われたクライサットの代替機として製造され、二千十年に 打ち上げられたのがこのクライサットマイナス -2 である。クライサットは先進的な衛星センサーで地球環境を研究する餌の計画、リビングプラネットプログラムの最初のミッションとして地球温暖化の重要な指標となる南北両局の氷判を観測すべく2005年10月8日に打ち上げられたが3段目ロケットの点火失敗により予定周回軌道に届かず墜落した。 クライサットマイナスには、北極海に沈んだクライサットを、ほぼ同設計で再製造した衛星であり、エスク・コスモトラス社のドニエプルロケットによって、2010年4月8日に、バイコネール宇宙基地の地下サイロから発射され、初期の軌道投入に成功した。主な観測機器は、氷床、海氷の厚さと分布を計測するために設計された、干渉合成レーダー高度計であり、 南北両極を覆う氷の季節変化と経年変化を高い分解能で観測する。このミッションの性質上、衛星自身の位置と姿勢の精密な把握が必要であることから、ドリス衛星測位システム受信機とレーザー反射器及び3つのスタートラッカーが合わせて搭載される。またクライサットマイナスには、オリジナルの設計に改良が加えられており、サイレルのシステム上調整。 太陽電池パネルとバッテリーの増設、放熱パネルの追加が行われている。観測プランの立案は、イタリアの欧州宇宙研究所、衛星の運用は、ドイツの欧州宇宙運用センターがそれぞれ担当。観測データは1日あたり11回、クライサット -2 の上空通過時に、スウェーデンのキルナ地上局にダウンリンクされ、フランスのトゥールーズ宇宙センターへ転送して、記録保管される。 ありがとうございます。